スコンカーとしては、まあ、ちょっとした革命ですよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、電波チャンネルの電波室と申します。本年明けましておめでとうございます。新年一発目の動画となります。まあ、2024年もよろしくお願いします。ということで、今回モッドですね。こっちじゃないよ。こっちの方です。ブードゥールの、ナイトメアという名前の、モッドになります。こちら、Facebook で、個人的に購入しました。今年からね、一応ね、その Facebook で、購入した。まあ、Facebook にグループっていう機能があって、そこで、メーカーさんがそういうグループを立ち上げてるんですけど、その中で買えるものに関しても、ちょっとレビューしていこうかなっていうふうな、方針でやろうかなって思ってます。今まではね、その国内通販で買える、もしくは買えたもの、あとは企業から依頼を受けたものに関してデビューしてたんですけど、今年からはまあそういう風なものもちょこちょこ出てくるよっていう風な感じがします。で、先に言っとくんですけど、これ Facebook のグループ購入で、Facebook のグループ内で購入したものなんですけど、先に言っておくと、まあそのグループにどうやって入るんですかとか、どうやって買うんですかっていうのは、ごめんなさい、自分で調べてください。ちょっと不特定多数に紹介するということ自体が、まあ Facebook っていう都合上ね、なかなかできないので、特定少数ならまあ私も管理できるレベルでいいんですけど、ちょっとまあ動画で、こういう風にやるんでやってく、欲しい人はこうやってくださいっていうのは言えないので、そこは自分で調べていただければと思います。で、スコンカーっすね。で、久しぶりじゃない、スコンカーって。超久しぶりじゃないですか。これメカスコなんですけど、メカニカルの基板が入ってないスコンカーです。で、ここは24ミリっすね。24ミリで186501本っていう風な、スコンカーになってます。で、まあちょっと中身を見ていくと、まあここ外して、で、ここに510のスレッドと、まあ、ここのリキッドが出すところがあるよっていうのと、あとは、ここですね、バッテリーですね。バッテリーはなんか、いわゆる、その、まあ、ブードゥールっていろいろボロを出してたんですけど、こんな感じのね、こんな感じで、その、バッテリーをここで加え込んで保持して、で、通電自体は、こことここでつなげて、電池をつけるよっていう風な、ものですね、になってます。でね、これアナベル V1 って、これバッテリーシュリンクをマジでダメージを与えまくる構造なんですね。これ結構真ん中で取れないから、下から取って、こっから抜くっていう風な都合上、絶対これ下が歪むの、ね、絶対下が歪むんですけど、これまあ、こんな感じで、真ん中持てるんで、バッテリーシュリンクのダメージはまあほぼない感じですね。で、ノスフェラトゥであったんですけど、ノスフェラトゥは、ここの真ん中の指入れるところが、ここがね、ここまで、えぐれてなくて、バッテリーのこの、中腹あたりを持って取んないといけなかったんで、すげえ取るの大変だったんですよ。すげえ取るの大変だったんですけど、そこも、治ってるよっていう風な感じですね。バッテリーのこの中腹から向こうを持てるようになったんで、ここに指を入れるみたいな感じで取れる。っていうのと、あと、さすがにこのバッテリー加え込みに関しては、ある程度のノウハウが蓄積されてるなって思ったのが、ここっすね。この加え込むところの内側に溝があるんですよね。なんで、溝があるんで、加え込む力をちょっと弱くしてるっていう風な感じなんですよね。なんで、今までのブードゥールのモッドの中では、多分一番その取り外しっていうのは楽っていう風な感じがしますね。で、中身の構造としては、よいしょ。ここにスコンクボトルがあって、で、ここのユニットの、中が中腹って言いますかね、中心が穴開いてて、ここから押すと、ここからリキッドが出るよっていう風な、構造になってます。で、構造としてはとてもシンプルで、ここに、電池がついて、で、ここの510のスレッドからアトマイザー通して、で、ここがくるくる回るんですけど、ここともうボタンとこっすね。ボタンところはもう板バネになってるんで、これ、スコンカーボトル外した方がいいな。よいしょ。こんな感じで、本当にシルバーのプレートがここについてるだけなんで、で、ここのくるくる回るとこっすね。ここがくるくる回るんですけど、回るところに当たって通電するっていう風な感じですね。で、ここをくるくる回すと何が起きるかっていうと、
このね、ポジピンが上下します。このポジピンとこのくるくる回るところは連動してポジピンを上げ下げすることができるって感じです。なんでスプリング機構みたいなのは入ってないですね。でなんかこの部品俺超見たことあるんですよなんか俺この部品超見たことあるんですよ。あのね、ここについてるのとねデザインほぼ同じなんですよね。結局このアナベル V1 もそのくるくる回るところにこの板バネが当たってで、ボロのピンに当たって通電してこっち来てこっち来てバッテリー通ってみたいな感じなんで、いわゆるこういう感じの、まあ私勝手にネイキッドとか言ってますけど、そういう風な感じの、メカの、ボロモッドと構造これほぼ変わんないんですよ。要はこのボロタンクがあるところのところをスコンクボトルにしましたよっていう風な、そういう風な商品ですね。で、これあとはこれあのボトルなんですけど、これねちょっとごめんなさい、もう手回収してますなんでかってこれもともとね、あのこのぐらいの長さのチューブがここについてたんですよ。こんな感じだったんですね。すげえ長いんですよ。すげえ長くて、でまあ要はこのここに刺すっていうのが、まあ、かなりめんどくさいんですね。こんな感じで、こんな感じで刺すことになるんで、こんな感じで刺すことになるんで、ここの取り外しっていうのはもうめんどくさいんですよ、はっきり言って。なんで、ここの長さを取って、リキッドを、ここに入れるときは、これ出して、で、ここら辺の状態で、チューブがまだついてるよっていう風な長さにしてるみたいです。ただ、ここまで長いと、あれなんですよね。ではここに収めるときに今かなりシンプルについてるじゃないですか。ここでなんかねすごいグリッグリッグリッって回しながら入れ込まないと入らないんですよ。でかつバッテリーがもうすぐ近くにいるんで、こっち側に飛び出させることもできないんで、そうなってくると、まあ見た目が悪いっていうのはもちろんなんですけど、これがねなんかね中でねこうなっちゃうのよ。こうなっちゃってそのチューブが折れちゃってスコンクするときにいくらスコンクしてもこっちから出てこねえみたいななんかそのスコンク感がすごい悪くなってしまっていたので私はカットしちゃいました。そこはねなんかねあんま良くないなっていう風な感じがします。でじゃあこの状態で俺はどうやって運用してるのかっていうと、よいしょ、ここいちいち取り外すのめんどくさいし、これね入れるのもなんかちょっと癖があるんですよね。なんかさっきちょっと苦戦してたんですけど、まあ、要はこのスコンクボトルのお尻のところとが、この板バネを止めてるこのビスがいるんですね。このお尻がここの上にいなきゃいけないんですけど、入れ込む時にそのここが引っかかるんですよね。ここが引っかかるんで結構入れるの大変なんですよ。なんで私は基本的にこういう分割の仕方をしてリキッドを入れるってことは基本的にしないですね。まあ、要はそこら辺のことを全然考えてないっちゃ考えてないんですよ。その考えた答えがそのチューブを長くするっていう結構微妙な解決策を提示されていて、じゃあ私はどうしてんのかっていうと、まあこれ入れます。であとねなんかねこれはねなんかねバリなのかどうかわかんないんですけど、ここになんかねなんかゲートコンみたいなのがいるんですよ。ゲートコンみたいなのがいるのと、あとはバッテリーがあんまり奥行かないような傾斜もついてるんですよ。ここ見えるかな、ここなんですけどここにちょっと出っ張りがあるんですね。で下っ側にも出っ張りがある。なんでバッテリーがこれ以上奥に行かないように、ここ押してもこれ以上行かないんで、そういう風なストッパーはついてるんですけど、そこら辺がねちょっと邪魔をするというかちょっと入れづらいんで、まあここ刺してでちょっとタンクのケツを上げながら入れるみたいな。でこれやるときに絶対に、ね、後前でつけといた方がいいです。ここからリキッドピュッて出るんでまあ いやそんな感じですね。中の構造はそんな感じです。で、色に関してはこれアルミウドアスファルト、グレーだったかなブラックだったかなみたいな色ですね。
アスファルトブラックだった気がする。アスファルトグレーだアルミュードアスファルトグレーだったと思います。アルミュードっていう風だけあって、そのこのいわゆるこれナイロン系の多分 3D プリンターで作られてると思うんですけど、その中にアルミの粉を混ぜてるっていう風な感じですね。なんで届いてから3日ぐらいは使ってるとなんか手にキラキラがつくみたいなそんな感じの現象があったんですけど、やっぱねこの感じはねマジで他にない感じなので、これは俺この色を頼んですげえ正解だったなって思いました。これめちゃめちゃかっこいいですね。でこの表面のデザインもまあいくつかあるんですけど、まあそれはまあブードゥールのグループに入ってみてもらえればっていう風な感じですね。でよいしょ。でじゃあ私はどうやってリキッドを入れているのかっていう話になるんですけど、こういうものを使ってます。これね昔からあるんですよ。昔からあって60ミリのボトルにこんな感じで510のスレッドを生やすっていうキャップが売ってるんですよね。こんな感じですね。これねオーリンがパッキンがこっちの方に行っちゃってるんですけど、まあこんな感じで蓋になってて、でこれで今リキッド空なんですけど、まあこれをある程度潰してあげて、でこっちにつけて、で止まったらこっちのボトルを元に戻してやると、こっちのボトルがもうベッコベコになるんで、これで入れると。でまあここの、タンクがパンパンになってもまだ空間があるときは押したまま逆さまにして、でこっちの空気をこっちのボトル内に移すみたいな、でもう一回逆さまにして入れてやると。で、まあこんぐらいになったなって思ったら押しながら回して、まあ、ある程度取れたら外してやると。こんな感じで私リキッドを入れてます。なんでここあんま触りたくないです、めんどくさいんで。でいつもはこのハダリアトマイザーをつけて使ってます。通電はねそんなに問題はないんですけど、そのもうリキッド入れたからあんま触りたくねえな。ここにリキッドを通している都合上ですね、リキッドがここからにじんできて、この接点のところにリキッドが入ると、そのリキッドがそこに接点のところでビチャビチャ当たって、なんか黒いすすみたいになったりするんで、なんか通電いまいちだなって思ったらそこ見てみるといいかもしれないですね。そこ見てなんか綿棒かなんかで拭いてやるみたいな、まあ全バラ、まあ一応ここ外せばこのプレートも取れるんで、それで拭いてやるっていうのもあると思うんですけど、まあここを回してあげると、ここのくるくる回るこの接点のところが取れるんで、取れるとまあそこも吹きやすくなるよねっていう風な感じですね。まあ、ただこれ入れると結構大変なんで頑張ってください。であとはねこれね個体差かもしれないんですけど、私の場合ねここね電池がちょっと片付くんですよね。ここがね電池が片付くんで、片付くんでそのバッテリーが細いと結構片付きが目立つというか。これバッテリーにステッカー貼ってるんでちょっと分厚めなんですけど、あとシュリンクも分厚めなんですけど、例えばこれシュリンクが薄めのやつとか使うと結構ガタガタなんですよね。これはねこれは良くねえなって思った。別に通電はするんですけど、ここのガタつきがすごいので、使うときはねあえてバッテリーを太らすっていうのも作戦のうちかもしれない。私まあこれ外がよく見える、モッドなんで、まあ映えるというか、まあ僕が僕であるためにって感じのバッテリーを使ってるんですけど、こんな感じですね。でねやっぱね完全にねこれね私が勝手に命名をするとですね、新世代のスコンカーなんですよね。いわゆるスコンカー、ちょっと前になんか多分2年ぐらい前にいろいろ出回ってたスコンカーより明らかに小さいんですよね。まあ要はこのボロモッドを
作ってきたノウハウを元に作ったスコンカーなんですよ。なんでこのバッテリーの挟み込みのやり方もそうだし、多分ここの金具メーカーも同じだと思うんですよね、これ作ってるところ。なんでそのいわゆるこのボロモットを作んなければこういうスコンカーって基本発生しなかったよねっていう風な、スタイルの、モットなんですよ。なんで私はこれあの新世代スコンカーとか言ったりするんですけど、たまにピコがこのサイズなんですよね。ピコがこのサイズなんで、めちゃめちゃ小さいっす。ちょっと背はあるんですけど、ちょっと背はあるというか、まあ、ピコのキャップと背は、まあ、こっちの方がちょっと高いかなっていうぐらいですね。高いかなっていうぐらいで、やっぱ、で、幅はまあ24ミリあるんで、ちょっと幅はあるんですけど、とにかくね、細いんですよね。とにかく、もう、スコンク機能がついてて、この細さっていうのが、やっぱりこの、まあ、これ以上小さくすることはできないよ。まあ、要は、ボロで、どんだけ小さくすることができるか、みたいな、そういう流れがあったんですよね。小サイズの、ボロモットっていう風な作るっていう流れがあったんで、そこの流れを組んで、こういうじゃあ、その技術を応用して、小さいスコンカーを作れるよねっていう風な、そういう風な、感じで生まれたのかなっていう風に思います。で、まあ、ただメカなんで、ここのボタン、ロックないんですよね。めちゃめちゃ軽いし。こっちはね、ボタンめちゃくちゃに重いんですけど、こっちボタンも本当にヘコヘコで、特になんかここがなんかと繋がってるわけじゃなくて、普通にここ動くんで、普通に銀の板バネ、シルバーの板バネで押されてる状態ってだけなんで、特にパフロックとかついてないんで、持ち歩くときはバッテリー外して使ってくださいねって感じですね。で、あとね、やっぱね、めちゃくちゃ軽いのよ。まあ、本体がそもそも 3D プリンターでできてるんで、バッテリーついてて、アトマイザーつけてて、リキッド入ってて、で、119g、120g か。で、ボロだと、ボロの方がちょっとやっぱ軽いんですよね。大部分がプラスチックだから。いわゆるボックスモッド。じゃあ、ピコと比べますか。ピコと比べると、やっぱむちゃくちゃ軽いわけなんですよね。まあ、その、ボディ自体が、3D プリンターでできてるんで、バッテリーとアトマイザーを外すと 48.5g。 これ多分リキッドとか抜いたらもっと軽くなるんでしょうね。っていう風な感じで、やっぱめちゃくちゃ軽くてちっちゃくて、すごいね、使っててもね可愛いなってなるんですけど、まあ、ただその、まあ、メカスコなんで基本はなんか家で使うか、持ち歩くときはねちょっと気をつけた方がいいですね。私持ち歩くときはですね、このデスのこのノーマルサイズのポーチですね。デスのノーマルサイズのポーチに、よいしょ、私ね、常にここに入ってるんですけど、バッテリーケース、1本しか入らんバッテリーケースを、常に入れてて、持ち歩くときは、こんな感じで持ち歩いてますね。持ち歩くときはね、こんな感じで、まあ、デスのノーマルスリーブで、結構余裕しゃくしゃくで入るので、私、こんな感じで持ち歩いてますね。な感じっすね。いろいろはちょっとアトマイザーを乗っけていきますか。よいしょ。とりあえず今乗ってんのが、ハダリーですね。もう私のリキッドレビューの動画で一生使ってるハダリーですね。で、ただこれ、ちょっとセットアップとしてちょっと難しいところが、これ、普段のスコンカーよりすごい小さいので、背の高さみたいなところの印象を強く受けがちっぽいんですよね。なんで私、これハダリあんま背高いって思ったことなかったんですけど、このスラントリングつけてるのは、スラントリングつけないと、ちょっとなんか背高のっぽ感があるなっていう。ちょっと今ね、ポジピンの高さをね、ちょっとスラントリング込みでつけてるんであれなんですけど、なんかちょっと背高ってなりません？これ。背高ってなるんで、私、いつも、スラントリングをつけてる。これ、グラムのザブリングってやつなんですけど、これつけてます。で、あとは、よいしょ、アンティキティつけてみますか。ちょっと BFP つけてないんですけど、アンティキティだったら多分何にもせずにぴったり合うって感じですね、イメージ。これいいな。ちょっと俺メタルのキャップどこ行ったか忘れちゃったな。これメタルのキャップにしたらこれめっちゃええな。サイズ感これすげえいいっすね。これ初めてつけたんだけど、サイズ感いいな、これな。よいしょ。で、あとは RDA24mm なんで、言ってしまえばケネディの24mm に乗るんすよね。
一応ケネディの 24mm が乗るんですけど、ちょっとさすがに頭でっかちが過ぎますよねこれね。でケネディの 22mm はそもそもスコンクピン対応してないので、多分つけることはないんですけど、あと手元にあるやつだと、まあ、M アッティですかね。じゃ M アッティ年末に買ったんですよ。M アッティだとこんな感じ。まあ M アッティだっても、ちょっとドリッチがね、この、純正のドリッチって結構でかいんで、でか長なんで、まあ、もうちょっと背低く見せたいなっていう風な、感じがしますね。例えば、ザブリングとかをつけて、よいしょ。ザブリングはね、ちなみに22から23.5っていう絶妙な数字なんですけど、まあこんな感じになりますね。まあこれ多分ドリップチップでもうちょっと低いやつにした方が多分合いやすいって感じがしますね。やっぱね、長さをね、かなりね、強く取ってしまうっていう風なところはあると思います。この小さくしたがゆえに。で、あとは、まあ一応ね、メーカーが同じなんで、ブードゥールのフレディですね。フレディに22から24の、一緒についてきた、スラントリングをつけてます。まあこれはね、さすがに合うよね。なんかこれをつけるために作ったあのモッドだよねっていう風な感じもするんで、なんかね、性的にはね、M アッティとほぼ変わらないんですけど、その要はそのアトマイザーのセクションとドリップチップのセクションで長さがドリップチップの方が短いんで、なんかまあまあ割とぴったりだなっていう風な感じがしますね。でね、私ね、あのね、やっぱスラントリングっていう文化を私結構否定してきたので、あんまりね、スラントリングってね、持ってなかったんですよね。あの要はメカチューブにスラントリングつけるのは私嫌いなんですよ。かなり嫌いで、あの危ないし、あのポジピンの出方が短くなるので危ないし、あのチューブならアトマイザー含めて K 一緒にしろよっていう風な過激思想を持ってたので、スラントリングそんなに持ってなかったんですけど、これに乗っけるという目的だけでいくつか買いましたね。煙のスラントリングとグラムのスラントリング、この3つね、このためだけに買いました。結局あのザブリングが一番いいなって思った。よいしょ、な感じですね。だからね、あのね、割とね、ローハイトな RDA、 まああのか、まあまあこのぐらいの高さだったら、よいしょ、まあスラントリングである程度長さをごまかすみたいな、そういう風にすると、まあ見た目よく使えるかなっていう風な、感じがしますね。で、ね、まとめると、まず、このサイズ感のスコンカーは、さすがにいい。俺、小さいスコンカーずっと欲しいって言ってたから、この小さめのスコンカーはね、マジでいい。見た目もいいし、使い勝手もいいし、軽いし、まあ、持ち歩きはちょっとバッテリーをね、外さないといけないんですけど、それでもやっぱり、このコンパクトさっていうのはすごく魅力があると思います。ただ、そのコンパクトさの代償として、力茶周りが終わってんのよ。力茶周りがマジで何にも考えられてないから、考えてるふりしてるだけだから、これ。チューブ長くして、なんか、ここ外さずに力茶入れるように示したって、マジでダセーなって思ってるから、そんなん解決策じゃねえよって普通にちょっと思ってるので、まあ、なんで、こういう風な外部ツールというか、もうちょっと違うツールを使ってそこをケアしてあげないと、ちょっとなんか使うのめんどくさいなってなっちゃうかもしれないですね。で、バッテリーのマウントに関しては、この付け外しに関しては、まあほぼ完成の域と言ってもいいぐらい付け外し簡単なんですけど、やっぱ加え込みの力をね、多分意図的に弱くしてるんですよね。意図的に弱くしてるんで、っていうのと、ここの寸法感っていうのにちょっとガタがあるっぽいので、細めのバッテリーだと結構ガタつきます。そこはなんかもう、なんかそこはかなりいまいちだなって思うんですけど、かなりガタつくので、バッテリーのシュリンクをちょっと厚いものにして、もう中にこういうもの巻いちゃったりして、あえてちょっと厚くするとか、なんかそういう風な、施策が必要なのかなっていう風な、感じがします。ちょっと、まあ、別にガタついても、通電周りに致命的なところはないんですよ。ちょっと通電悪いタイミングあるなっていうのは正直思うんですけど、そこまで致命的にはなり得ないかなっていう風な感じはするんですけど、もうちょっとここ、
もうちょっとここはあのブラッシュアップする、できる内容があるんだろうなって、もうちょっと詰めれる要素がまだまだあるんだなっていう風な、感じはします。なんかね本当にまあこれから多分ねあのいろんなメーカーからスコンカー出ると思います。まあ Facebook とかで買い物をするっていうのが、まあ、いわゆるそのベイプにおける、まあ、ほぼ最先端に近いことをやってるユーザーとしてね、あの作る人はまたちょっと違うんだけど、ユーザーとしてはまあかなり最先端のところにの買い方になっていて、いわゆるアーリーアダプターみたいな感じになるんですけど、やっぱりそこでスコンカーみたいなのいろいろ出てます。で、基本的にはそのベイプ、まあ、ベイプに限らずなんですけど、ベイプってそのなんかいわゆるハイエンド商品、ハイエンド商品にさ、あの先んじて手を出す人がいて、でその人たちの中で流行った後にいわゆるマスプロメーカーが、それに追従したものを出すみたいな、イメージでものが作られてるんですよね。その例えばボロもそうだったし、ボロもあの私あの B あのもはや日本国内で買うにはもはや BB を中古で買うしかないみたいな、なんかそういう時代にちょっとあのボロを始めたんですけど、そこから一段落して、あの今マスプロメーカーからボロいっぱい出てるじゃないですか。あのそういう風な流れで、でかつ今回スコンカーなんで、多分ねメーカー的なノウハウって結構いろんなマスプロメーカーが持ってるはずなんですよね。こういう詳細ちっちゃいスコンカーがいいぞみたいな、そういう風な情報を得れば、まあ、まあめちゃくちゃ早かったら半年で、まあ、あの私の予想だと大体1年ぐらい経ったらマスプロメーカーからこんな感じのスコンカーが出てくるんじゃねえのかなって思います。もうちょっとサイズアップして、で、バッテリーの加え込みとかじゃなくて、こっからなんかシュッて入れて外したりみたいな、とかカバーがパカッと貼ってそこにつけるみたいな感じの構造で、で、ここにスコンクボトルつけて、でここに多分セミメカかなんかの基板を入れるんだろうな、ちょっとサイズアップしてね、ちょっとサイズアップするかちょっとサイズアップするかして、まあセミメカかテクニカルの基板をここに入れてっていう風な、元が出てくるんじゃないかなっていう風に思います。まああんまり大きくなるとね、今までのスコンカーと変わらないので、そこはちょっと注意だと思って、まあメーカーとして注意、メーカーに注意っていうのもなんかダセーなそこはちょっとポイントではあるんですけど、でまああとその結局その上に乗っけるのが、上に乗っける RDA が今なかなかないんですよ、今なかなかないんで、まあそこも合わせてマスプロメーカースターターキットとしてスコンカーキットとして出すんじゃねえのかなっていうふうに思います。やっぱね、スコンカーとしては、まあ、ちょっとした革命ですよ。このボロの技術を応用して、こういうちっちゃいスコンカーを作るっていうのがね。かなり、まあ、新時代のスコンカーかなっていうふうに思うので、まあ、今後こういう商品が出てくるかもし、やもしれないって感じですね。まあ、いわゆるそのハイ、まあ、ハイエンドと言われる値段帯の、メーカーからは、もうすでにちょこちょこ出ているので、まあ、今後、こういうふうなスコンカーの流れにご期待くださいっていうふうな感じですね。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。